オンチカをご覧の皆さん、せーの、アイゾンミー、こんばんは、アイゾンです。韓国からコメントを送ってくれたのは韓国と日本の合同アイドルグループアイズワン。キュートなルックスに加えクールに決めるフォーメーションダンスが魅力なんです。韓国ガールズグループ史上最高売り上げを記録するなど、韓国日本を中心に世界で活躍。そんな彼女たちは AKB48 グループとコラボした韓国のオーディション番組でファン投票によって選ばれた日本人3人、韓国人9人の全12人で構成されているんです。まずはしっかり者の最年長リーダー、クォン・ウンビちゃん。プロ意識の高さは人一倍、宮脇さくらちゃん。アイズワンの食いしん坊担当、カン・ヘウォンちゃん。周りの人を幸せにするハッピーウイルス、チェ・イエナちゃん。場を和ます天然キャラクター、イ・チェヨンちゃん。可愛さの塊、天使と呼ばれるキム・チェウォンちゃん。外見内面ともに美しすぎるキム・ミンジュちゃん。身長150センチ、小さくても存在感抜群、矢吹奈子ちゃん。癒し系ルックスの毒舌キャラ、本田仁美ちゃん。メンバーも認める歌唱力の持ち主、チョ・ユリちゃん。大人っぽいビジュアルで恥ずかしがり屋なアン・ユジンちゃん。甘え上手な最年少、チャン・ウォニョンちゃん。昨年の出演時には大阪ロケでマキちゃんをメロメロにする企画に挑戦してくれていました。当時まだ14歳のウォニョンちゃん。マキさんは私とウォニョン好き？好きってなるよね。ウォニョンすごーい、賢い。本当に14歳？はい。恥ずかしがり屋のユジンちゃんも頑張ってくれました。好きって言ってよ。さらにこんな表情も。たこ焼き愛嬌を準備しました。たこ焼き。そんな彼女たちが待望の日本ファーストアルバムをリリース。私たちの日本ファーストアルバム12が10月21日に発売されます。には今までに読んでリリースした3枚のシングル曲や韓国でリリースしたアルバム2曲のジャパニーズバージョンも収録されています。さらに注目のポイントは、さくちゃん、ラッコ、ひとみが作詞したんですよね。頑張って作詞したので、ぜひ注目して聴いてみてくださいね。そしてアルバムには新曲も収録されています。4人組のユニットでも歌いましたので、リード曲のピエラは好きな人に夢中になりすぎてしまわないように気をつけなきゃという恋心を歌った、とっても可愛い曲になっています。ミュージックビデオもアイゾンの可愛い一面がたくさん詰まっているので、いっぱいリフィットして見てくださいね。ということで、アルバムリード曲 Beware のミュージックビデオをたっぷりお見せしちゃいます。最大のポイントはサビ前から始まるガオガオダンス。TikTok の公式アカウントにも順番に一人ずつのダンスが投稿されているんです。顔のダンスも一緒に踊りましょう。なんでかな、あなたが近づくと何をしていたって気配を感じるの。そう、ハートのアンテナがピピピって空気のその変化キャッチするみたい。自分でも気づかない無意識な恋の予感。
以上、アイドンでした。